屍ぐらいの冒険です。ダンジョンの歩き方、キャラクターメイク。キャラクターメイクでは冒険者の名前、容姿、性別、職業、ボイスを設定できる。ポーズはメニュー画面や戦闘時のカットインに反映されるぞ。冒険者は剣士、魔法使い、料理人、無職など選んだ職業で得意分野が異なる。最大4人でパーティーを結成し、ダンジョン攻略に出発しよう。次はお待ちかね、ダンジョンの探索。探索と採集。ダンジョンでは採集ポイントから素材や食料が手に入る。冒険に役立つものを集めながら出口を探して階層を進んでいこう。カロリーと水分。ダンジョン探索では様々な行動にカロリーと水分を消費する。カロリーと水分がなくなると体力が減っていく。アイテム採集も大事だが、パーティーの状況と相談しよう。戦闘。モンスターと接触するとその場で戦闘に突入するぞ。戦闘では敵味方ともに素早さ順に行動する。攻撃範囲内であれば連携攻撃が発生するので立ち位置を工夫してみるといいぞ。スキル。冒険者は職業や武器によって異なるスキルを覚える。強力なスキルを使いこなして戦闘を有利に進めよう。食材の活用。戦闘中でも回復や強化のために食材を食べることができる。デメリットのある腐った食べ物も使い方次第で武器になるぞ。屍ぐらい。倒したモンスターの死骸を屍ぐらいで食べることで一時的に強力なスキルを得ることができるぞ。ダンジョンの主。各ダンジョンの採用には強力な主が待ち構えている。主を倒さなければ次のダンジョンに進めないので準備を整えて挑もう。探索に疲れたらキャンプで一休みと行くか。冒険飯。キャンプでは食材を組み合わせて冒険飯を作ることができる。カロリーや水分を補給できるほか、能力値が上昇したり冒険に役立つスキルを覚えられるぞ。アイテムの加工。食材の中には加工で小麦粉になる虫もいるようだ。料理の幅が広がるのでいろいろと試してみよう。表現規制。ダンジョンで手に入る食材で作る料理には強烈な見た目のものもある。臭いものには蓋をせよ。設定でフィルターがかけられるぞ。クラフト。集めた素材を使って矢や罠、調理器具などを作り冒険の準備を整えよう。昼夜と休憩。キャンプで休息を取ることで冒険者たちの体力が大きく回復する。生き延びるためにしっかりと体を休めよう。異色のサバイバルシミュレーション RPG、屍ぐらいの冒険飯。2022年1月27日発売。特典グッズが付属するショップ限定版も予約受付中だ。